ゾヒグマを間近で見ることができる十勝佐幌リゾートベアマウンテン。ここは自然に近い環境の中でエゾヒグマの生態を観察できる場所。エゾヒグマの管理車両として強靭なランドクルーザーの働きが欠かせないという。ここで働くランドクルーザーにはボディや窓を保護する特殊なガードが施されている。でも笹藪とかも走り回ってるんで塗装が全部剥がれてて、立場上クマよりもランクの方が強いというのは分からせとかないと、例えば事故が起こって、まあ、人が襲われてると、そこへランクルで突っ込んでいって、ランクル怖がってなかったらいつまでも襲ってますよね。だからある程度クマにとってはおとなしくしてたらこういう餌くれるけども、怒らせてたら怖いぐらいの立場のランクルでいたいんですよね。やっぱりね、ランクルに僕らこだわりはあるんですけど、このぶっといトルクと、まあ、もうパワーですよね、がまず一番で、ここはもともと火山灰 の大地で、雨降るとね田んぼみたいになるんですよ。で DNA 地帯を過去にも他の車種使ったことあるんですけど、止まっちゃうんですよ、パワーがなさすぎて。ですからもうディーゼルの四駆で、まあ強いやっぱトルクの太い部分は持てないとちょっとやっていけないとこがありますね。だいぶこれでも整備したんですけど、まあ、全面こういうこの前のこのドロドロのこういうとこなんですよ。下りなんか右にハンドル切ってもこうそのまままっすぐ滑っちゃうぐらいひどい路面だったんで、ですからここはもう、正直もうランクル一択で行きたいとこなんですけどね。餌の準備と点検と園内 の電柵とか、そういうのを全部点検するん で1体目のランクルでワイヤーになんか漏電してないかどうか、草が触れてるとかそういうようなことがないか調べて、フェンスの下っかは動物に掘られた跡がないかとか、そういう点検していきます。で後ろのランクルが電圧を測って安全確認と。今日初と出るんですけど、クマにも相性があるんで常に無線でどのクマがどこにいるよっていうのをずっと更新してるんですよ。でランクルの乗り手っていうのはその個性とか性格とか相性とか全部分かってるんですよね。例えば A というクマに仲が悪い B というクマが近づいていると、そうするとこのランクルで進路を阻止して方向を変えるとか、会えないな。とりあえず見ていきます。5メーター小鉢、もう今日はちょっと言うこと聞かないですね。どんな動きするか読むというか、だかな、分かりやすく言えば逃がさない、お客さん見やすいように配置する、喧嘩を止める、つまりクマが自身が逃げない、で見やすいところに勝手にいてくれる、喧嘩もせずみんな仲良しって言ったらランクルいらないんですよ。簡単に言うとそういうことなんです。それを我々がコントロールするっていうのが、まあ、このランクルの仕事になるんですよね。技術的にはスピードよりもこの車幅感覚、この藪の中木をすり抜けてこうクマを追っかけないといけない時あるんですよ。
線的にオンじゃなくて回り込んで回り込んでしないといけないんで、はい、でも地形はまず覚えてないといけないですし、どうしてもその車から降りることができないんで、ある程度乗りこなせないとどうしてもちょっと難しいですね。バックする距離なんて半端じゃないんで一般道の常識は通用しない。そういう技術を身につけないとまた管理できないところもあるんで、ボタンを押せば起動するとかそういう商売じゃないんで、管理する人間にも意思があるし動物にも意思があるんで、マニュアル化するのがすごく難しいんですよね。分岐？はい、平岳港田工事は今そのタイガー分岐です。了解。ランクルじゃないとできないでしょ、こんなので